P 第20節の上位対決です。2位の浦和が3位新潟をホームに迎えました。まず前半34分、ここ清家が抜け出して右足のシュート、ポストに跳ね返って、これが先制ゴールとなりました。浦和が先制です。いやー、この背後へのボールも良かったですし、まあ、清家選手も言ってた通りね、背後を狙っていくっていうところと、ここ平尾選手触ってたんですね。そうなんですね。ね、ただあのコースが良くてっていうことですね。さすがでしたね。清家紀行6試合連続ゴール、これは B リーグ新記録です。次は36分です。新潟、失礼、浦和のシーン、ここ島田のシュート、最後園田が素晴らしいディフェンスを見せました。まあ、ここから島田選手がスルーして、ただそれは意図的に行われているので、このつながりを持ったフィニッシュの向かい方でしたね、はい、ただ園田選手よく下がって対応しましたね、はい、次は40分新潟のシーンです。滝川のシュートがありました。ここはサイドネット、狭いエリアでしたけど、滝川選手こうやって思い切ったプレーっていうのはすごく良かったと思いますのでね、いいトライだったと思います。1対0浦和リードで後半へ折り返します。60分です。新潟、後半から投入の道上、川澄、この斜めのパスに、こちらも途中投入の川村、あの形としてね、すごく良かったですよね。後半の道上選手、変わった選手たちを生かしながら、ここ最後でしたけどね、惜しかったシーンです。65分です。浦和、水谷のクロスに菅澤のヘッド、これは枠の外でした。いや、本当打点も高いですしね、グッと入ってくるので、菅澤選手はやはりこうクロスに対しての強さっていうのを持ってますね。そして78分です。浦和、塩越、右に振って清家ワンタッチ、素晴らしいゴール、菅澤のゴール、途中投入の菅澤の追加点が決まりました。いやー、ここのねパスも良かったですけど、このクロスの質、入った瞬間にもう決めなきゃダメでしょっていう質でしたよね。菅澤が頭で合わせました。今季4ゴール目、エースが決めました。浦和がここ突き放します。浦和対新潟の第20節は2対0浦和が勝利しました。浦和暫定首位浮上です。 B